今月ある投稿が話題に。そのタイトルが、実家が太いことが人生イージーモードみたいに扱われてるけど、全然そんなことない。実家が太いというのはもちろん物理的な意味ではなく、育った家庭が裕福、つまりはお金持ちってこと。買い物も食事も何不自由なく人生をエンジョイみたいに思いがちですが、僕の人生振り返るとやっぱりイージーモードじゃないなって思いますね。井上武則さん50歳、父母が共に社長、全盛期の年商は2人合わせて150億円以上。家政婦さん、運転手、別荘、クルーザーがありまして、最新ソフトは全部揃えて当たり前、何でもあって当たり前みたいな、まあ、そんな感じでしたよね。まさに絵に描いたような贅沢ぶり。ただ本人曰く、その裏で苦悩もあるそうで、甘やかされているのに慣れていると本気を出せない、何でも適当、何でもいいっしょ、どうもうまくいくはずないよねっていう、お前らいいよなって言われるけど、いやいや金持ちには金持ちの悩みがあるんだよっていう。実家が太いことによる知られざる悩み、中でも多いのが金銭感覚。子供には金銭感覚が狂ってほしくないけど、お小遣いたくさんあげちゃう。無駄遣いばっかりで将来が不安。いつからどれくらいあげたらいいの。子供の自立に不可欠な金銭感覚、どう教えればいいのでしょうか。そんなお小遣いをちょっと変わった方法で与えている家庭が、家賃とか水道光熱費といった、まあ、固定費を子供たちから徴収しています。お手伝い表があって、家の中の各手伝いに対価としてのお小遣い、仕事量みたいなものがついてます。毎月の月末に集計して、お支払いして、でそれが、徴収するより多くなるというような仕組みを作って、お金の価値というものを学んでもらえるような仕組みを作ってます。関さんの家庭では、子供が家のお手伝いをすることで報酬をゲット、そこから固定費として毎月800円を徴収し、その差額をお小遣いとしているのです。この方法を取り入れたのは、社会の仕組みを知ってほしいという狙いがあるそう。定額制のお小遣いというのは、自分が何の努力もせずにして不労所得になっているわけですよね。要は天からお金が降ってくるみたいな、そういう仕組みは世の中にはないですよね。まさに家庭によって千差万別。正しい金銭感覚って一体どう養えばいいの。ではご紹介いたします。両親合わせた全盛期の年商が150億円ですが、そうした実家が太いことに悩みを抱えているというですね、はい、井上武則さんです。井上さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。こんばんは、ありがとうございます。そしてもう一方、3歳と5歳の母親でいらっしゃいまして、子どもの金銭感覚をどう養うか悩んでいるという川上さんです。川上さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、ということで、まず井上さんですね、実家が太いと聞くとね、羨ましいなとまずなりそうなんですが、具体的にどんなことに悩んでいらっしゃるんでしょうか。そうですね、まあ、悩みはいろいろありましたが、一番その、まあ、実家が太いということで悩んでいたところっていうと、金銭感覚が結構こう人からずれてしまうみたいなところがあるんですね。うん、であと、まあその何事もこう金銭解決だから、例えば友達もお金で買うみたいな、そんなことがあったり。マジでどういう意味ですか。どういう意味。例えば、俺人気者だと思ってたんですけど、実は俺が人気じゃなくて、俺のお金が人気があったみたいな話なんですね。とか、あと、そうそうそう、あとはですね、なんかこう、何事にも本気で取り組めないみたいなところがあってですね、でまあこれはもう、もう前ボンボンだからだろうっていうところかもしれないんですけど、はい、それだけじゃない部分もあったというところですね。
まあ、実際ね、他の方々に聞いてもですね、親のおかげっていうふうに思われて自分の努力として認めてもらえないみたいな声があったりですね、はい、まあ、ある意味では社長の仕事を継がなきゃいけないみたいなことで見えないレールが敷かれているというね、自分で自分の人生決められないみたいな感じもあったという話も聞きますけども、井上さんいかがですか？そうですね、僕実は、自分でいろいろ起業はしてきたんですけど、まあ、社会不適合でちゃんと、サラリーマンしたことがないと、うん、両親とも経営者をやっていたんで、自分でなんか仕事をするということをずっと考えてて、まあ、その甘い分、うん、ちゃんとすることができないまま大人になってしまった、そんな感じですね。おお、江崎さんいかがでしょうか？僕は、ね、井上さんの気持ちすごいよくわかるんですよね。僕はもともと東大出て経産省入って官僚やっててってなった時に人生のハードルが上がるんですよ。はあ、でこれがその超えて当然のハードル であとなんかこう人間関係があるんだけど、その人間関係無意識なんだけど、なんかこの人間関係続くと思っていたわけですけど、官僚辞めた時にみんな逃げてくる。うわ、で誰ほとんど残んない。で、あ、要は俺と付き合った人って本当に少ないんだって、で、まあ、気づくわけですよね。まあ、そのお金なくなった時にみんないなくなったみたいな話と一緒で、でその後まあ落ちていくっていうか、お金なくなっていく時期が続くわけですよ、仕事がうまく回るまでは。でその時期ってめちゃくちゃきついんだけど、でも落ちててもまだ金はあるんですよ。金はあるけどきつい、まあ、まだきついんですけど、でこれがある一線を越えて、あ、もう生活きついなっていうぐらいになるわけですよ。そうなった時にどうなったかというと、すごい楽になったんですよ。なんでかというと、その時に初めて人生のハードルを下げられた。飯食えないから奢ってくれよみんなっつって、でそのもう金持ってる最初にもうマジ金ないんで奢ってくださいっつって連絡すると、いろんな人が金くれって言うと金くれないけど奢ってくるわけですよ。で奢ってくれて、そういう中でそのまあチャンスを狙ってか、あ、金持ってる人はこういうこと考えてたと、俺は何できるんだって考えて、でその時にその金を稼ぐってことと何かやるっていうのは、まだ金を稼ぐために何かやるわけですけど、これ逆なんだってことをようやく体感的に気づくわけですよ。何かすれば金が入ってくるんだと、金持ってる人と何かすれば金が入ってくるんだと、でようやく人間関係っていうのをこう再定義して、今まで その上がりきったハードルが下がって、まあ、ある種正しい認識に切り替わるみたいな。だから多分その金持ちに生まれた時ってめちゃくちゃこうハードルがどうしても高くなっちゃうし、で周りがそれを前提に人間関係を求めてくるから、本当の人間関係が分かんないまま育っちゃうから、うん、落ちた時のしんどさがあって、多分今結構楽だと思うんですよ、落ちきったから。落ちきったと思うんですけど、どうですかね。なるほど、皆さんいかがでしょうか。いや、そこがですね、その下げられるまでは本当に大変なんですね。でなかなかこう1回上がったハードルをこうとか生活水準を下げるっていうのは、これ非常になかなかハードル高くてですね、うん、でその周りの目で、あいつ金持ちだよねっていうところを守りたいんですよね、うん、でこれが手放せないっていうのは本当に辛くて、だから結構金銭感覚バグってたまんまずっと来ちゃってて、手放せたの本当に最近かなって気がしますね。いや、それこそ生まれた時からですもんね。それが当たり前だとね、思ってこられたっていうのはあるでしょうね。井上さんの育児本とか読みたいですよ。富裕層に生まれた子供、僕本当に金なかった時と今だったら、うん、多分稼いでる額ってまあ10倍とかだけど、うん、じゃあどっちの方が楽だったかっていうと、うん、金なかった方というのが楽でしたよ。もうハードル下がりきってるから、なんかまあちょっと稼いで本読んで絵描いて、今日結構いい日だったなみたいな出会いもあったしみたいな。でもそっちの方が楽しそうだなっていうのは一つあって、やっぱりなんか最初から何もなかったんで、マイナススタートで生まれてずっとマイナスのまま成人していくわけですよ。そうするとそもそもハードルが目に入ってないんですよ。でハードルが見えたとしても飛ぼうと思えないんですよ、飛び方を知らないから。だからずっと多分何もないまま生まれると、何も見えないままずっとここにいるんですよ。で途中で気づかせてくれる、そのハードルが見えてる人たちからいろんなことを教えてもらって、あれ俺のハードル低くないって言って飛ぶことも教えてもらって、やっとなんか普通になれるというか、うん、でそうなってからは
もうハードルが低すぎるから、うん、もうイージーモードです。どうでもいいですもん。しかも上がっていくっていう、ね、はい、感覚があるでしょうし、いろんな意味でね、失敗しても成功してもしていくって、どうせもともと見えなかったハードルなんで、そうか、もう自由。あと一方で気楽ではないのかなと思ってね、以前ほどそれこそ責任も多いし、はいはい、もうレギュラーも増えて仕事も増えてみたいになってることって今どう受け止めてるのか。もともと何もないがあるから、うん、破滅衝動というか、はい、全部なくしてもいいじゃんとかなっちゃうんですよ。言っちゃったりとか、いるってそんな手前のでかい仕事一ついるって、何もなくなってから作り上げた方が楽しいじゃんみたいな、うんうん、めっちゃ言っちゃいます、ね。だから俺もう本当に子供生まれてんだよって言っちゃいます、ね、全部なくせばいいじゃんと。いや確かに見えるものが違うっていうね、あるかもしれないね。ビビってんじゃねえと、一回ゼロにしたって自力がありやす、何度だっていけんだよっていう。はい、そしてもう一つがその金銭感覚のね、今お話をされて、はい、金近さんはそれ ね、 ね、以前と変わらないって話ですけども、はい、まさに金銭感覚どうするかっていうね、はい、悩みを持ち、そこのお話をしていいですか。はい、5歳の娘がいるんですけど、はい、こうお菓子買ってガチャガチャしたい、うん、こう別府の温泉に行きたいとか、うん、こう行きたいしたいにあふれていて、うん、まあ、5歳の要望なんて、まあ、出せるお金なんですけど、どこまで出したらいいのかっていうのを悩んでて、それこそずっと出せる方出してたら、うん、金銭感覚が破滅してしまうのじゃないかなみたいなのがあって、こう、まあ、親としては物の相場感とか、うん、あとはこう別にお金を払うことは悪いこと、お金を使うのは悪いことじゃなくて、こう自分の生活とかこう将来豊かにするお金だったら使っ、うん、ぜひこう気持ちよく払うべきだと思うんですけど、それってなんかすごい子供に伝えるには結構交渉というか、うん、なんかどうやって伝えていけばいいのかなみたいなのをすごいもっかん悩んでます、うん、なるほど。これがね、子供7歳、4歳なんですけど、7歳の子供がそんな感じで昔5歳ぐらいで悩んでたんですよ。で、まで子供の品性感覚ってやっぱお年玉ベースで出来上がるわけですよ。だから1万円とか2万円の感覚が分かるんですよ。でその上の感覚をどう教え込むかっていうの で、 で、まあ、僕も同じような感じで渋ってたんですけど、旅行行きたい旅行行きたいって言うから、その飛行機乗って旅行行きたいって言ったから、長崎のハウステンボスに高いとこ取って泊まりに行くぞっつって、でもう特上の旅行を1回もう思い切ってやったんですよ。でそれで帰ってきて、あの旅行は60万だって言ったんですよ。ビチって60万がこれかと、今私 の、 お年は1年1万円以下と、60年かかるのかっていうので、なんかこうやりたいことのハードルをガチってやると、その中にあこれぐらいかっていうのが、そうです、だから1年に1回ぐらい旅行行って、うん、この旅行はこれぐらいだっていうのでやると、うん、はあここまでっていうのが、うん、だん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 仕込まれていくのは気づくんで、だからやりたいことやらして金払ってこれはいくらだっていうと体感に刻まれると思います。夏代さんいかがでしょうか。うん、いや、私その金融教育、それこそ井上さんお子さんにどうされてるのかなと思ったんですけど、その150億がゼロになるって、その金融をこう、うまく回せなかったのかなと思ったんですけど、なんか 2,3 億でも積み立ててたらゼロにはならないかなと思っちゃってなんかそうご自身の経験を踏まえてお子さんにこうどういう金融教育をこうされてたりするんですか。あ、そうですね、もうそこは、親の代、だから祖父祖母の代から金は残さず、うん、その生きる力をみたいなところは割と提示なるほど、これも議論になりますよね。子供にお金を残しますか問題ね。ですから、まあ、大人になるまでのところを面倒見ますというのは分かるんですけど、その後きちっとね、財産を残す人と残さない人のこの傾向が結構はっきり分かれるということで、ここも議論になるんだろうと。小澤さんどうでしょう。だからこう想像力がつきづらいのは、やっぱりそのお金が非常にない家庭ですよね、うん、育った子供ですよね。やっぱりあるものをどう切り崩して整理して使うかっていうことと、ないものが急に降ってきた時にそれをどう使うのかっていうのも全然違う苦しさがある、ハードさがあるわけですよ。だからお金がある状態でそれをいくら渡していこうか、どちらも基準にとかっていうのは、まあ、それはもうご家庭で結構なことですから得られたらいいと思いますけど、そうじゃなくてやっぱりこう非常にこういろんな金銭的な問題で苦しんできて、で結果として大人になってものすごいお金を得た時に、いやいや、それでそれ苦しいの、その金銭感覚がする、いやいや、それでどんどんやっぱりね、全く貯金がなくてね、金銭感覚がおかしくなると、全くそのリテラシーもないし、どうやってお金を使ったらいいかわからないから、あるものをどうで、あるものをどう整理して金銭感覚をって話よりもない、人をねどうやって金銭感覚をやってもらうかの方が僕は大事じゃないかなって気がしますけど。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。